よし、始めとしようじゃないかい。前回ではちょっとまだ大勝利を収めたんだけれども、その後ちょっとビクトールが話があるっつって、なんかちょっと語り合いをするという。来たな。あ、そんなに硬くなるな。酒というわけにいかないな。酒飲もうぜ、むしろ。いいじゃねえの。幻覚じいちゃんの話を聞かせてくれるっていうから来たんだよ。そうなんですね。あ、まあそんなせかすなよ。ちょいと前に長い話だ。あまり気分の良い話はないからな。うん。本当に聞きたいか。もう聞きたいですよ。そうか。じゃあ、確保して聞けよ。ちょっと長いぜ。長いだろうな。だからちょっと、まあ、一回区切ったんだけどな。前回から。この戦争が始まるまでは、同盟と国内での小さな国境争いぐらいしか起こらなかったが。うん。30年くらい前か。ハイランドと都市同盟がそれぞれの命運をかけた大きな戦いがあった。へぇ、30年前。なんか幻覚の、どうたらこうたら、なんかあれだ、関係するのかな。いろいろな説があるが、戦いを始めたのは都市同盟の方だったらしい。同盟軍を率いていたのが、ミューズ氏の父親、ダレル・アナベルの父親だった。それに対するのは王国第一軍の将軍、名称ハーン・カニンガル、カニンガム。すごいね。ダレルは戦いに関しては素人同然だったらしく、戦争は王国の勝利で終わると思われた。が、そこで幻覚が来たみたいな。そこで英雄が現れたんだ。それがお前らの父。幻覚ってわけだ。予布？幻覚は手勢を率いて王国の食料を叩き、時間を稼いで反撃に移った。戦いは一心一体となった。幻覚とハーンっていうのは国境近くの同じ村の出身で、親友と言ってもよかったらしい。国境近く、キャラの村？違うか。親友か。当時はのんびりしていたんだな。戦いの合間に酒を組み交わすこともあったって話がある。珍しいね。そして二人はこの戦いが全く意味のないものだということも知っていた。幻覚とハーン。幻覚とハーンの二人は協力して休戦条約を取り決めた。戦いに疲れていた両方の国民はこれを喜んで支持した。ただ一人、ミューズの師匠、ダレルを除いた。しょうがねえやつだな、ダレル。ルカ・ブライターはこの時、あ、でも30年前か、生まれてないか。ダレルは国境近くの一つの町、そう、お前その空でキャラの町、都市同盟のものであるとして譲ろうとしなかった。あと、ほんとくだらねえことでなんか、争うもんな、ほんとな。このため話し合いこじれ、再び戦いになりかねなかった。そこでハイランドのアガレス・ブライトから一つの案が出された。アガレスがあれか、ルカ・ブライトのお父さんかな。こいつの荒っぽい話だが、一騎打ちの勝敗で決める、という方法だった。一騎打ち。誰がこれを受け入れた。戦いを望んでいなかったハーンと幻覚も承知し、ここに両軍の対決が行う。なんでダレルがやんねえんだ、それなんか。ハーンと、もうひどくねえな、それってなんか。それが狙いだったのかもしれないけどな。気に食わなかったのかもね。これなんか、なんだろう、どっちかが死んでしまったらなんか、またやりたい放題できるみたいな思ったのかもしれないな。時は満ちて戦いが始まった。こうアガレスが自らの剣をハーンに渡し、ミューズ師匠ダレルも自らの剣を幻覚に渡した。自らの剣。それはこの将軍がそれぞれの国の代表になって争われることを示していた。しかし事件が起こった。幻覚は一向に剣を構えようとしなかった。ダレルが何度となく幻覚に戦うように命じたが、彼は剣を上げようとしなかった。何があったんだろうね。時間だけは過ぎていき、人々はやがて勝負を汚したとして怒り出し、幻覚を攻めた。ハーンは仕方なく幻覚の手にした剣を叩き落とすと、首に刃を置いて勝負を消した。勝負を消した。こうしてお前さんたちのキャラの町はハイランドのものとなった。勝負の後、幻覚は裏切り者の汚名を着せられ、ダレルによって追放されることになった。マジか、ひどいな。幻覚は勝負を捨てた理由を語ることなく都市同盟を去った。それから何年も過ぎ、ミューズ師匠ダレルがその座を去った後に、常に幻覚が剣を構えようとしなかった理由が明らかになった。ダレルってしょうがないやつだな。アナベルさんはいい人だったのにね。何があった？あの一騎打ちで幻覚を受け取った剣には、ダレルの剣より、密かに猛毒が塗られていた。猛
解く。計画は破れればそれでよく、もし勝ったならば汚い手を使ったとして罪を計画に負わせ国から追放するつもりだった。計画はそのことに気づき剣を上げることができなかった。ひどいな。こうして玄関のお目を張ると、玄関は決して年上に戻ろうとしなかった。それからのことはお前のがよく知ってるな。そっか。そういうことになったんだな。寝てるし寝てるよあいつ。まあ玄関にとって自らのお目を進み年上に戻るより、リオなのにお前たちと静かに暮らすことの方が大事だったんだろうな。うん、おい、マイが疲れてたんだろうな。お前さんのじいちゃんにはそういう昔話があるってことだ。でもな、リオ、お前はケンコの子ではなく、リオっていう名の一人の人間だ。そいつを忘れない方がいい。さあ、もう夜遅い。斜め休みのところに運んでやるといいさ。お前が運ぶよ。お前はな、良い行だるぜ。幻覚の気持ちも少しだけわかるさ。うん。話がうめえな、ビクトールってわ。ビクトールはよ。おはよう、よく眠れたが、お前もな。お前もよく寝れたか。どうする？リオ、ついていきます。リオ、どうするんだ？ああ、そういう話だって、もう忘れてたんだから。リーダーになるかどうかってあれだろ？確か。任せることができる。もうすごい信頼されてんね。信頼が厚いな。お前ならできるさ。何？悔しいの？悔しいの？悔しいの？お前自分で決めることだ。自分で決める。自分で決める。リオ、心は決まりましたか？その力があるのならやってやろうじゃないか。やろうぜ。お前が決めたならそれでよさ。俺の持つ力を全て貸そう。あのルカの野郎を倒す。そのために頼むぜ、リオ。お前の力が必要だ。リオ殿、わずかな力なので私も力を貸します。センキュー。私もサウスウィンドのため、亡きグランマイヤー様のため、そしてハイランドにある苦しむ多くの人のため、精一杯頑張ります。リオ殿、我が死の元で受け倒して新某奇策を持って尽くしましょう。そして勝利をもたらすことを約束する。私も非力な姿だけど、持てる力を全て使ってあなたを助けます。おお、はっはぁ、なんか必要な決意って感じだな。せっかく新しいリーダーが決まったな。一発で好きだね、お前は。なんか前もそんな感じだったよな。私からもお邪魔します。ああ、お医者さんじゃ。ホーン先生、お医者さんは必要だよな。めっちゃ重要だな。無事だったんですね。よかった。心配をかけてしまったようですね。ミュージシからよくご無事で、ホーマン先生。真実な戦士の方に助けてもらう。なんとかここまで来ました。誰だ、真実な戦士。真実な戦士って。何聞こえたミュージシの名誉、ホーマン殿が来られたんだ。ヘラちゃんも喜びます。歓迎しますよ。ありがとうございます。私のいつも差し上げても役に立たない。幸いです。俺様のふちゃんなんか。よろしくお願いします。私もこの城の人たちの力になるね。頑張りましょう。イェーイ。やっほー。そうだ、この城なんて名前？城ね。あ、そうだな、ノースウィンド城ってのはあまり良くねえな。ノースウィンドはなくなっちゃった村の名前だ。ええ、どうでしょう。やめてそういうの。名前つけ、名前とかなんかさ、どんな名前がいいの？名前とか苦手なんだよね、つけるの。名前ね。だってここはあれでしょ、なんかどうすっかね。なんかないの、公式の名前みたいな。もうデュナンでいいんじゃねえじゃん。なんかノースエンドの別にいいと思ったけどな。もうビクトール城でもよ。デュナンコだから、デュナンの湖とかもういいんじゃないのか、わかんないけどな。知らんけど、いいよいいよ、知らんけど。デュナン城か、いい名前じゃねえか。よかった、ありがとう。あれでも気に入ったよ。何でも気に入ったくせに。何よ兄貴、あれはデュナン城ですね。フリードテンション高えな。お前もだよ、俺か。デュナン城、お、あ、ちょっと気に入らないな。アップル城にしてほしかったのかな。メガネ城とか。まあいいんじゃないか。リーダーの決めたのだ。何よ。ふっ。白生決まったことだしさ。またお前は。まさか。レックナート。おーい。うわってなんだよ。前にもこんなことなかったか。気のせいかな。遠い昔に。どなた？私の名はレックナート。門の紋章を受け継ぐ者。バランスの執行者。リオ、
輝くたてのモンストロを削りましょうね。時は再び回り、多くの宿星が再び集まるでしょう。てか何かやろうとすると、何かやろうとするとさ、この人いつも出てくるよ。 KY だ。あなたに約束の責任を託します。ここに現れいてる名前、仲間こそがあなたの力です。おーい、ルック、ルック久しぶりルック、3年ぶり。レッグナッツ様の手順、ルック。そしてこれが約束の責任さ。ありがたいこと、レッグナッツ様はこれを後であげるってさ。あー、ルック久しぶりだなお前。マジで仲間になってあげる。おー、気が進まないんだけどね。相変わらずだな、レッグナッツ様の言いつけだから仕方ない。相変わらずだね。いや、ルックは強いぞ、かなり。我が目に映るよりかすかなみたい。あなたは多くの宿命が交わっています。あなたの友、黒き刃の紋章を受け継ぐ少年、また運命の中にいます。あなたたちの道は特に辛いものとなるでしょう。それでもあなたは前を見つめ進みなさい、リュウ。で帰ると、いや、ビクトルとフリックじゃない、生きてたの、生きてたのこの口よ、てめえてめえこちらの方も知り合い。そうね、まあね、昔一緒に戦ったことがある。まあいろいろやってくれたよな。まあいいか。さあ今度こそ本当に宴会だ。本当に、まあルックはな、いろいろやってくれたよな。いたずらみたいな、なんか魔物召喚して、なんかうちらをボーボーにしようとしたりとか、なんかちゃんとしたんだ、関係ねえよ。知るか、知らんわ。よ、何用ですか、ん、お前のベッド荒らしに来たんだよ。うら、うら、ドカーン、あばいよ。お、手紙入ってません。手紙、なんか入れてくれんだよね、なんか誰かしら、なんか。それをチェックするのが、いいんじゃないかい。よ、はい。あ、舞台の変更、どうすっかね。何がしたい、やだ、もう、アップル怖いよ。交代したい人って、いや、いないのか。まあ、そこまで仲間いないんだよね。まあいいや。まあこのなんか舞台変更すると、なんか戦争イベントの時になんかいろいろ、なんだろう。まあ舞台がいろいろなんかできんで、細かい設定みたいな。あ、どうぞ城回るか、ちょっと。城回ろうぜ。ちょろっと。ディーレルディー。そんなに多分人いない、人がいないっていうか、まあ、なんだろう、できたばっかりだからそんなに、見るものそこまでないかもしれんけど。バンバンバン。コボルトさん、レストラン作らないか。へえ、レストラン、ザムザがいる。いっか、いいね。デュランクでもまともに役に立つ。この街、なぜ部屋がね、知らねえよ。ニートやってるお前は。ザムザいいよな。たまにはメンバーに入れてやれてる気もするけど、めんどくせえな。テラスは僕の決めた場所なんです。なんか一般人もいるよね。前作ではなんかさ、なんだろう、仲間しかいなかったんだ。この仲間しかって言われたんですよ。一般人いなかったからな。あ、そう、自分たちの本拠地でさ。広場遊んでこようって、もう訳わかんねえ。これどこ？これどこで、あ、変なとこ出た。僕の遊び場。へぇー、すげえな。お、すげえ。広いねー。なかなか楽しいじゃないか。これからまじっくりと。この城を発展させていこうじゃないか。ゆっくりと時間をかけて。ネクロードの城がこんなことになるだなんてね、思いもしなかったな。どこに行かれるって、わけだから、もうどこだ、ここは。ここはどこだ。あ、2階か。2階じゃねえか。お店屋さんが多い。ん、変な人がいる。墓場がある。やめて、怖いわ。お墓こっち。お墓っつっても多分なんもないべよ。すっげ、すっげ。ガチだな。なんでこんな、なんか、誰の趣味だよ、これ。なんであなた、あ、なんでお前ここに、ここどこ、ここに行きたいって言ったの。おめでとう。頑張ってちょうだい。俺なんて手に負えないけど。どこに、どこにね、ボナパルトは。すげえな。城広いよな。両親さん気が荒い。まあ気が荒い。カルシウム足りてんじゃん。まあ、魚食ってんのいいな。魚食、そういうわけでもないから。それは偏見、それは偏見かな、なんか。まあ漁師だからって魚食ってるとは限んないよ。よっ。食い切れねえこと。おぉ、リオと呼び捨てすんじゃねえ、まったく。サマと呼び。一年前。船乗せてもらえば一年前とか限んねえんだろ。多分そっからがあるだろ。大変だろ、だって。
甘いな、あいつはまだ分かってないな。これからの酒の中は苦悩ってか、なんかいろんな何起こるだろう、なんかあれだ、苦難の連続というものを分かっていないな。苦難の涙な。まあいいや、やめとこう。そういうこと言ってなんかあれだからね、テンションへしょってもしょうがないから、荒ぶるテンションへしょってなんかもうそんなことやってもしょうがないから。若い時はあれだ、勢いが大切、大切だからね。こんなとこに興味でも牢に入ってもうるせえ、まあ押すぞお前、おいおいおい、ほらこいつがあれか、なんか牢のあれか、監視みたいなあれかな、なんか入れないじゃん、残念。仲間増やせんのかね、そろそろ。多分できると思うんだけどな。こいつフリード系だね、フリード系だな。オルックよ、なんかよ、うるせえ。相変わらずのあれだな、全然人集まってねえや。絶対倒しましょうね。ご苦労様です。ご苦労様ってのは言っちゃいけないんだよ、なんか。あ、なんつうの、目上の、なんか目上の人になんかご苦労様ですってのは言っちゃいけないんじゃなかったっけ。なんともいないんだよ。目上っつうか、まあ、まあ、なんともいないけどな。まあ、結構年離れてるからな、フレードと。まあ、そんな、まあ、まあ、そんなどうでもいいことなんか、そんな気にしてもしょうがないけどな。まあ、どうでもいいよ、そんなこと。はい、よろしゃーい。まあ、預けようぜ、こういうの。マスケ、ポンポン、ポン。はいはい、あ、呪いのネギいらねえ。友情、どうするかな、これ。これ、いら。とりあえず預けよう、とりあえず預けよう。で、まあ、あ、もうこれ、とりあえず預けとくか。これで結構あれだろ。いい感じになったろ。話しかけたっけ、こいつ。記憶に。力だけが自慢の荷物下ろしの仕事ファーム。へっ。ジュースは飲みます？ジュースね、いいね。いいんじゃね？パーティー変える？まあ、とりあえず今いい、今いいや。またあいつらいるね。あいつは来てないんだね。あいつ誰だろうね。ん？どうした？考え事？うん。ビクトール見つめったんじゃないか？ちょっとやる。お前いいね。なんかビクトールとあれだな。語り合ったら楽しそうだけどな。フリックとかよ。恥ずかしがりやん。へっ、よく言うぜ。誰もおらんと。アイリスはいなかったね。まあ、どっかにいると思うけどな。まあ、どっかすらにいると思うけど。あそこ行ってみてください。あ、外か。外にいんじゃね？あ、いっぱいいる。じゃ近いんだけどな、後ろの人と。あ、近いとこだ、外のほうが。ケノンは眠りがち。一回目まで寝てないからな。もう元気。もう外が大好きだ。気持ちいいからな。気持ちいいからの。そうかの。よかったんだの。景気が。出し物の打ち合わせ。へえ、やる気満々じゃん。よっ、ケネス。あー、なるほど。森で暮らすのも楽しそうだけどな。でも虫が多いかもしんねえな。ここね、何もないんだね。あ、でも家があるじゃん。家入るでし。でも何もないと。まあ、こっから何かしら打ち立てていくというわけですね。ちょろちょろちょろ。定期的に城回りてんだけどな。結構でも時間かかるからな。まあ、いいか。いいや。ゆっくりやっていこう。前作は結構なんか急いでやった気もするから。ここでいいはずが。あの、すいません。なんかこいつにいなかったっけ？フィッチャーってなんか前に。前つが、ミューズあたりに。うん、ここですよ。めちゃ案内役が途中で逃げ出してまった。何のことだよ。全然違うよ。あれおかしいな。これは参った。どうもありがとうございます。あれ行っちゃった。はははは。ザーミアル。あ、まだいる、まだいる。いやー、違うな。騙された。はてな。ごめんよ、嘘だって。嘘。ごめんね。ごめんよ。ちょっとね、いじめたくなったな、なんか。はい、そうだよ。なんでも私は奇跡の英雄が多くを打ち破ってるじゃないですか。慌てて来てみたんですか。あなた、その英雄ってのは見ました。どんな人でした。大したことないよ、僕のことで。ちょっとかっこよかった。かっこよかった、いいんじゃねえじゃん。大人げで、大人気ですな。期待できるかもしれん。こうしちゃいられない。お仕事、お仕事。年間お願いしてました。おーい。勝手に行くんじゃねえよ。まったくしょうがねえな。とっとと行くかじゃ。じゃらじゃん。おっ。好き嫌いですよね。ちゃんと食べてますか。上位じゃねえんだからよ。人参がどうだろうだとか言うあれじゃねえんだから。あれツアーいたっけ。
散歩好きだねみんな、まあ、散歩楽しそうだねここら辺で散歩するの。偉い人が集まってると緊張すると。偉い人ね。なんかある？なんもない、なんもない。シューがいない。スパーン。俺リーダーのお通りだぜ。このようなところに来られた。彼がデュナグラリーダーリオードンです。この少年が。これは失礼しました。いや見抜けないだこのフィーチャーのところで。はあはあはあ。以前はアナブレさんのことです働いておりましたが、メズを離れる間にあのようなことになり、今トゥーリバースにお世話になっているフィーチャーと申します。フィーチャー殿が来られた理由は、はい、多くを戦っている軍勢があると聞いて見に来たんですが、こいつが驚いたことに。おっと失礼。ソロン寺が引いている王国を打ち破ってしまうじゃないですか。うん、非力で悪かったな。いえいえ、そういう意味では。でもあの勝利は奇跡に近いですね。何が言いたいんだよ、お前は。これはぜひともそのリーダーにお会いしないと。と思いやってまいりました。不穏な音楽だけはね。領土のデュラングとトゥイリバー氏の協力関係を作り、ハイランドと戦うため新たな中心勢力となるため、我がトゥイリバーをお越しください。それはトゥイリバー氏からの正式な申し入れですから。はっきり言いましょう。私の勝手な判断です。ちょっと待て、お前の勝手な判断ってそんな力を持っているのか。いえ、私はサウスウィンドに提出に来ただけなんですけどね。でもハイランドと戦うためには絶対に必要なことです。どうするリオ、こいつのことを信用するか。でもこの音楽はあれだけどね。まあ忍者ね、別に。これありがたいです。それでは早速下から取り伺いましょう。それで、ついでるのなんていうか。なんだ。いやね、サウスウィンドとトゥリバーを結んでる橋は王国に全部落とされちまってるんで、ここね、船で来たんですがね。戦いが始まったとたん、戦闘も案内後みんな逃げちまって、船を出してもらえませんか。ふっ。めっそうもございません。あ、歩いていけよ。泳いでいけばいいじゃないか。腕のようです。逮捕とか思い当たらんなって、お前は何しょうも忘れてたのか。忘れ去られたな。消え去ったか。メモリーになっから。はいはい。私知るか。腕のいい奴がいるわ。東のクソクソの町か、ラダとか。タイガーこっち来てる時だ。うん、やっぱ分かってんじゃん。アマダさん。やだ、アマダ。まあいいけど。俺、タイガーの好きだけどな。いや、アマダ、まあいいけどね。全然いいけどね。豪快な人だから。でも次回に回すか、それは。次回に回そう。というわけで何が待ってるのか、ファインドルネクスのセクソチュアンスユー。